コーラパールコーラパールは、19世紀フランス第二、低世紀の下流界、社交界で著名だった高級娼婦、舞台女優。本名は、エマ・エリザベス・クラッチ。イギリス生まれ。皇帝ナポレオン3世の弟モルニー公や、いとこナポレオン公など、フランス宮廷の要人たちの愛人となり、豪奢な生活を送った女性で、エミール・ゾラの小説、ナナのモデルの一人とされる。 今の青年月日及び生誕地については諸説あり、1842年2月23日の日付を持つ彼女の出生証明書は劣造されたものとされている。場所についてもプリマスイーストストーンハウス、キャロラインチックとなっているが、一説には1835年にロンドンで生まれ、1837年に家族ごとプリマスに移り住んだものとも言う。父は、 チェロ奏者、作曲家のフレデリック・ニコル・クラッチ。ある時、キャサリン・マポニーンという流行歌を作り、わずか20ポンドで譲渡したところ、この曲が後に大ヒットし、半件を購入した業者が1万5千ポンド稼いだと聞いたフレデリックは、ショックのあまり仕事をしなくなり、1849年に家族を残したままアメリカ合衆国へ渡り、永住移民となった。母はその後エマを、 フランスのブローニュシュルメールにある修道院付属校に入れる。エマは8年間ブローニュで学ぶ中で、なんとか通用するレベルではあったがフランス語を習得する。13歳の時、小児性愛者の中年男性に薬を盛られ、合姦の被害に遭う。19歳の時、母はエマに英国へ帰り一緒に住むよう説得したが、エマはそれを拒否し、ロンドンの祖母の家に住んだ。 20歳になったある日曜日、ダイヤモンドショーの男に声をかけられたエマは、誘われるままに酒屋に入り、そのまま泥酔した後貫通され、男への憎しみと自らの魅力を認識するようになったとも言われている。この出来事がエマにとって栄光と破滅の始まりとなった。エマは、その後祖母の家を出て、しばらくロンドンで自活の道を探していたが、やがて丈夫となり、 幾人かの富裕層の男性と出会いを重ねることになる。彼女は、それなりに可愛らしく、社会性や基地に富み、慎重でもあったため、男たちの中には単なる夜の関係以上に、彼女に興味を抱く者も現れた。エマは、その後、ロンドンの高級商婦が集うクラブ、アーギルルームの経営者ロバート・ビッグネルの愛人となり、パリへ都会したが、パリの華やかな魅力に取り憑かれた彼女は、 ロンドンへの帰国を拒否。パリでコーラ・パールと名を変え、演劇界に乗り込む。しかし、お色気以外の技能は発揮できず、大した役ももらえなかった。ただし、かつて修道院で鍛えられた社交的マナーが身に備わっており、富裕層の男性に対するアピールは申し分なかった。ほどなく、コーラは、フランス大に訂正したの富裕層、権力者の評判の的となり、 女優としてではなく、愛人として、彼らの幾人かと、ロマンスに落ちる。彼女は金を持っていなかったが、当時の宮廷お抱えのデザイナーである、シャルル・フレデリック・ウォルトや、ラフェリエといった高級ブランドの服で身を飾ることで、富裕層の男性の気を引くことにも成功した。この時期、第三代リボリ公爵、ビクトル・マセナが、コーラの最初のパトロンとなった。しかしコーラは、 この頃から、深刻なギャンブル癖、浪費癖を呈するようになる。またマセナより11歳も若いアキルミるラ浦港に、ラブコールを送ったことに嫉妬した公爵は、激怒し、彼女の借金を肩代わりした後、愛人関係を終わらせた。コーラは、新たな講演者をすぐに開拓し、欧州でも最も富裕な男たちを手玉に取っていく。熟練技術者の日当が2から4フラン程度であった。 当時において、コーラは一晩で5000フランを稼ぐ勝負となり、生活はどんどん派手になっていった。この莫大な稼ぎを得るため、コーラは、乱柄の絨毯の上で、ヌードダンスを披露したり、シャンパンで満たされた銀の浴槽で、大勢の客の前で入浴することも厭わなかった。コーラの英語なまりのフランス語や、明け透けな性格も、多くの男に受け入れられているように見えた。 ドクラモンカトルース公爵は、フレール・プロヴァンソーがもしダイヤモンド入りのオムレツをメニューで出したら、彼女は毎晩通うだろうと評した。また、ある男がコーラにマロングラッセ一箱をプレゼントしたところ、そのマロングラッセの包み紙がすべてセンフラン紙幣だったというエピソードも残る。また、アイルランドの王子主、ジェームズ・ウェルプリーが貢いだ。 全財産200万フランをコーラはわずか8週間で浪費してしまったという。彼女のファッションは第二定世紀の上流貴婦人らに影響を与え、ドレス、髪型、乗馬服など彼女を追従する女性も多かったという。ギュスターブ・クローダンによればコーラ・パールはフランスに近代的なメイクを紹介した最初の女性であり、ロンドンから取り寄せた化粧品を おしげもなく使った。まつげや目の周りにペイントを加えるアイシャドウ、TPO による髪の毛の染め分け、白い肌を市場の価値とする時代にもかかわらず、肌を小麦色に焼くことなど、当時の貴婦人らの常識に反する斬新なメイクは、下凡、やりすぎという強い批判を受けると同時に、大きなセンセーションも巻き起こしたという。彼女と同じように他国から来た娼婦が、 懸命にパリジェンヌになろうと努力したのに対し、あくまで自然体に振る舞ったコーラは、普通の美女に触傷していたパリの紳士の心を捉えた。ピエール・ドラノーは、第二訂正したのパリの愛で、コーラ・パールはその頃の高級娼婦とは少しも似ていなかった。娼婦が身につけるべき、完璧な口調や強制を軽蔑し、あるがままに振る舞ったのであると述べている。 英語なまりのフランス語も男性たちには魅力的に感じられ、気兼ねしないマドモアゼルというあだ名が付けられた。英国の文芸批評家ウィリアム・フィールドは以下のような逸話を伝える。ロシア出身のパウロ・ドゥミドフ・大公はコーラ・パールを困らせようとレストランメゾン・ドールで帽子を脱がなかった。彼女は大公のステッキを奪うや彼の頭を叩きつけた挙句、ごめんなさい。 このステッキとても綺麗だったのに壊れてしまったわと、平然と述べたという。太鼓は驚くと同時にやり込めてやろうと、コーラのネックレスの真珠が偽物であると主張すると、コーラはいきなりそのネックレスを床に投げつける。飛び散った真珠を刺して、さあ、拾い集めて本物であることを確かめなさい。あなたのネクタイピン用に一つ差し上げるわと、言い捨てて去った。太鼓は、 傍然自失のままだったが、レストランで食事をしていた他の貴族たちは腹ばいになって真珠をかき集めたという。コーラの気象は激しく、女性としては珍しい決闘経験者でもある。1863年にはセルビア王子の要望をめぐって別の勝負、マルト・ドベールと口論になった。二人とも乗馬に自信を持っていたため、乗馬用の鞭を武器として決闘することになった。 双方とも顔に多くの傷を受け、一週間は人前に出られないほどだったという。彼女は講演者からの経済的支援に恩義を射するどころか、ほとんど罵倒と侮辱を持って返答した。しかし彼女にとっては自然体でしかないその異常な言動は、フランス社交界の男たちの間で逆に喝采を浴びることになる。女王然と振る舞ったコーラパールにナポレオン公は、 愚か皇帝ナポレオン三世すら頭を垂れて、おぼし飯を伺ったという。ラノーは、彼女は洗練されていない本能の粗暴さゆえに、また自分が奉仕している男たちへの復讐のために、警棒でも彼らを下げすみ、侮辱し、行為の最中も男たちをひざまずかせてその快楽を、楽しんだと述べており、ミューファ伯爵を殴り物にする、ナナと同様である。 しかし彼女は女王扱いされたとしても、まだ満足できず、女優としての道も諦めていなかった。1866年には、以前の失敗にも懲りずに、再び舞台に立つ。オフ,フェンバックの地獄のオルフェのエヌス役を演じ、ほとんど全裸に近い格好で舞台に立ったのである。しかしその下品な振る舞いや、性質の悪さは、警棒における上流階級の男性とは違い、 全く受け入れられず、無残な結果に終わり、彼女を失望させた。勝負を経て、舞台女優となり、上流階級の男たちを、すさまじい老婦で、次々に破滅させていく姿は、まさに、ナナ、そのものであった。コーラは、オラニエコー、ウィレム、アシルミュラなど、上流階級の早々たる面々の愛人となった。ミュラコーは彼女に馬をプレゼントし続けた。 彼女の自慢の旧舎には1863年から68年まで乗馬用、馬車用を合わせて60頭以上の馬がおり、英国人の休務員を大勢へ雇って、すべての職員に黄色の制服を着用させたという。その後、戦争に突入すると旧舎を病院に改築したと言われている。彼女と関係を結んだ男たちの中でも背が高く、 ハンサムな方の皇帝都市下に書かれるほどの色男もる二孔は、悪ことなき色欲、物欲を持つ彼女にとって、最も知的かつ高貴な愛人だった。1864年、彼女は皇帝の愛人という重要な地位に見合うように、オルレアン郊外のロアレ川に立つボーゼジュール館を与えられ、そこでささやかな幸運の日々を送る。しかし、 モルニコは1865年に創生してしまう。臨重に立ち会った友人は、港難を恐れて、コーラから公爵に当てた、ラブレターをすべてトイレに流したという。だが、その数年後には、コーラは、ナポレオン公の愛人となっていた。港は、コーラのために、パリにさらに2軒の家を建ててやり、第二帝政崩壊後の1874年まで、財政的な補助をしている。 彼女はナポレオン公から月額1万2000フランを支給された。上、セロー街101番地の邸宅は宮殿のようであり、プチチュールリーとまで呼ばれたという。ナポレオン公がプレゼントした入馬車一杯のランの花をすべて床にぶちまけ、スイフの服装に着替えてランを踏みつけながらダンスを踊ったという逸話も残る。彼女は莫大な財産を稼ぎ、 1860年代後半には、いくつもの家や旧車を所有し、最高級の衣装部屋や、贅沢極まりない宝石に囲まれていた。英国の口座には、パリの店から取り寄せた下着に対して1万8000ポンド以上もの額をつけた請求書が記録されている。コーラが彼女なりの生活を楽しんでいくためには、大金を惜しまぬ愛人を必要とした。 男たちは大枚を叩くゆえに彼女を独占しようと試みる。アレクサンドル・ディバルという名の20代の若い裕福な男もまた37歳のコーラを自分だけのものにしようと言いより彼女をへききさせていた。コーラはディバルと何度も手を切ろうとしたが失敗。ディバルはコーラのために大金を費やしてきたにもかかわらず他の男と コーラがくっついたと聞いて、嫉妬に狂った。コーラが関係を終わらせようとデューバルに最終宣告すると、デューバルは1872年12月19日、彼女の屋敷にやってきて玄関先で、ピストル自殺を図るという事件を起こした。しかし文字通り命をかけた、この決死の行為に対しても、コーラは誰の助けも医者も呼ぶこともせず、何事もなかったかのように実質に戻り、 眠りについたのである。しかしこの事件の噂はしわたたく間に広まり、彼女の女優としてのキャリアは突如終幕を迎えることになった。コーラは気分転換と局面打開を兼ねて逃げるようにロンドンに渡ったが、例の噂はそれよりも早く英国に上陸しており、彼女の身の置き所はすでになかった。一方、同年十二月十六日のフィガロ紙には、 共和国となったフランスから二人の大物が去った。ナポレオン公とコーラパールであると報じている。ロンドンで高級商婦を続けようとしていたコーラの企みは失敗に終わり、わずかの金持ちが彼女に興味を示しただけだった。その後彼女はモンテカルロ、ニース、ミラノをさまよったが、再びパリに戻ると状況の変化に愕然とする。 もはや過去の取り巻き連中はとっくに去っており、富のない男性が彼女に声をかけるのみだった。それでも、若年の頃からのギャンブル癖は治っていない。そもそも彼女には、カジノや店から即時の支払いを要求される事態に直面することを想像する能力が欠けていた。しかしもはや感情を肩代わりしてくれる支援者はいなかった。自暴自棄になったコーラは1876年以降、 財産を切り売りして、借金の返済に充てる一方、時折街角に出て売春婦に戻るような生活となった。それでもコーラは、借金がかさむのを気にもせず、比較的快適な暮らしを10年ほど続けていた。1886年春には、コーラパール辞典がフランス語で出版された。同年、パリ16区のバッサの街八番地建物2階の自室で大腸がんにより死去した。 死去した時に埋葬するための毛布を隣人に借りなければならなかったという話も残る。不法はロンドンパリの各新聞で報じられ、亡くなった時の所有財産は同年10月に売却、整理された。第二帝世紀を奔放に生きたショーフコーラパンアールは今もバティニョールの共同墓地4列10番に破壊しもないまま葬られている。ありがとうございます。